今年1月2月3月、登録者の販売台数ランキングで、3ヶ月連続して1位になったというですね、もうびっくりですよね。そのノートの、販売の原動力になったのがこの e-power ですね、モーターならではのこのリニアな加速ですね。アクセル踏んだら踏んだ通りに加速するっていうですね、その辺が受けて、あと燃費の良さも受けて大ヒットしてるわけです。そのノート e-power に加わったニスモですね。でそのノート e-power ニスモにニスモのアイテムをいくつか装着したのがこの車です。で今回はですね、ポイントは LSD です。やっぱりユーザーの中にもe-power の中にもニスモに乗りたいという人がいて、でその e-power ニスモに乗ってる人の中にも LSD が欲しいっていう声が結構多かったらしいんですね。それに応える形でニスモでは、この LSD を現在開発中であるということです。LSD がない時に乗ったこのノート e-power ニスモはですね、これトルクがありすぎちゃって結構コーナー立ち上がりとかで空転しちゃうんですね。かいちゃう。それがですね、この LSD つけることで軽減されると、もうほとんど気にならないレベルになると思います。ちょっと2周目で、もうちょっと踏んでみたいと思います。いやー、何度乗っても思うけどこの車、この一踏みぼれっていう風に、表現してるこの独特の加速感ですね。アクセルペダルとダイレクトにリンクしたようなこの駆動力ですね。それが非常に心地よいですね。今ノーマルモードで走ってたんですけれど、S モードに変えてみます。そうすると、ワンペダルドライブですね。こうアクセルオフにするだけでぐっとこうエンジンブレーキがかかったような感じで減速すると、でうまくリズムをつかめばもうほとんどブレーキペダル踏むことなく運転できちゃいます。このコースでも本当踏む箇所っていうのはほんの数えることしかないですね。街中でもそういう運転が可能になります。もう少し行ったらちょっとタイトなコーナーがあるんでそこで試してみたいと思いますけど、もう普通に乗ってる限りですね、割と強めにアクセルかけても全然取られる感じないですね。でしっかりグッと前に進んでいくと、全開で踏んだんですけど、ステアリングもバーッと切って全開で踏んだんですけど、全然その空転する感じないですね。次にタイトコーナーで右の上りという一番厳しい状況があります。ここでも全然ですね、空転しないんですね。 LSD 効果ですね。いいじゃないですか。ノート e-power ニスモ売れてますんで、 LSD が発売された暁には結構、売れるんじゃないですか。これ待ってる人多いと思いますよ。